こんにちは。持続可能な社会に向けてについてやっていきましょう。まずは日本社会の課題についてです。深刻な被害があった1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災は私たちに防災やエネルギー面での課題に気づかせる一方で地域の絆と ボランティア活動の重要性を明らかにしましまた被災地の復興や防災対策などを進めるとともに一人一人が積極的に社会に参画して助け合う日本を作っていくことが求められております人々がお互いに助け合っていくために重要なことは差別や偏見をなくして人権を尊重することが大切ですよね。 ブラック差別の撤廃やアイヌの人々在日韓国朝鮮人外国人労働者などに対して差別や偏見を残すことが私たちに残された大きな課題です。また少子高齢社会の急速な発展に伴いみんなが安心して生活できるための社会保障制度を築き上げていくことも重要です。 女性や子ども高齢者や障害を持っている方に権利を守っていくことも大切なことの一つですこうしたことを実際に日本の中で実現していくためには国民一人一人が積極的に政治に参加し民主主義を活性化することが必要です続いてグローバル化の進展についてです現在世界では グローバル化が急速に進んでおります国境を越える経済活動が盛んになり情報はインターネットや衛星放送などで世界中を瞬時に移動しますこうした中で平和環境資源食料感染症といった課題は一国だけでは解決できなくなってきており私たちは日本国民としての意識に加えて 地球に生きる人間である地球市民であるとしての意識を持つことが求められております。グローバル化が進んでいった世の中では自分たちのことだけを考えて生活するのではなく地球全体のことを考え助け合い共存していくことが求められるんですね。日本は国際連合に協力するとともに平和主義を謳う憲法の理念を尊重しながら 国際貢献に取り組んでおります特に戦争による唯一の被爆国として核兵器の廃絶をはじめとする軍縮には積極的に取り組んできましたまた地球環境の問題も重要です例えば海面の上昇や農作物の不作など世界各地で深刻な問題を引き起こしている地球温暖化に対し その原因とされる二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減に向けて京都議定書の採択に見られるような国際的な取り組みにも参加しています最後に歴史を学んでについてです私たちはこれまで学んできたように過去の歴史の積み重ねの上に立って今を生きていますしかし今の私たちには 未来に目を向けて考えることが必要です私たちはこれまでの経験を生かし現代の世代だけではなく50年後100年後の将来の世代の幸福を見据えた持続可能な社会を実現することが求められています。その方法をこれまでの勉強を生かして考えていくことが私たちに残されている義務なのではないでしょうか。 歴史を学んで未来に生かす、そんなことを考えながら現代を生きてほしいと思います。今回はここまでです。お疲れ様でした。